日本経済の4分の3を支えるサービス産業の生産性向上は非常に大きな課題です。近年では多くのサービス業において人手不足が大きな課題となっており、科学技術の貢献が求められています。ただ実際にはサービスを研究する学術分野は少なく、我々産総研が取り組むサービス工学という分野もあまり知られていません。サービス工学はサービスの観測、分析、設計、適用を通して実際のサービスの分析、アナリシスと新たなサービスの創出、シンセシスまでを一貫して対象とする研究分野です。対象分野は広く、飲食、介護、小売、観光、公共交通などのサービス業だけでなく、製造業におけるサービスも対象としています。サービス工学では実データに基づいてサービスを客観的に評価し、より良いサービスを設計することを目指しています。サービス価値拡張研究チームでは、サービスや製品を通して得られる様々なデータの分析と指標化を通じて、サービスの価値を多面的に評価するとともに、サービスシステムをモデル化することで新たなサービスの設計や制度設計を支援することを目指しています。まず大きく3つの価値について検討を行います。1つ目は経済的な価値である価格です。2つ目は心理的な価値である満足です。3つ目は工学的な価値である機能です。これに加え、環境やプライバシーといった社会的価値を組み合わせてサービスの評価や設計を行います。具体的なプロセスとして、実際のサービスからのデータ収集に基づくアナリシス、人間行動やサービスに関するモデルの構築、シミュレーションなどを通してより良いサービスを設計するシンセシスの3つのステップで研究を実施します。我々はサービス工学に基づくサービスベンチマーキングという手法を開発しております。それによってサービス事業者が自社の強みとか弱みを他社とか産業界で比較できるようになることで、サービスを再設計することを支援したいと考えております。サービスの価値は企業の収益だけでなく、顧客満足、従業員満足、社会的価値などいろんな側面から評価されなければなりません。例えば人手不足が深刻な課題となっているサービス産業では、従業員満足度を知ることが非常に重要になってきております。しかしながら従業員満足度の測定方法というのは様々で、例えば産業間でそれを比較するということは難しい状況でした。我々は MS&コンサルティングさんとの共同研究を通じて、約10万人分のデータを用いて従業員満足度の調査指標を標準化し、それによって異なる産業界でも5つの因子を使って従業員満足度を比較できるような仕組みを構築しました。弊社では年間20万件を超える覆面調査と年間10万人以上の従業員満足度調査を行っております。そしてそれらの結果をもとにしたさまざまなサービス業のお客様に対するご支援を行っております。弊社ではサービスプロフィットチェーン経営という考え方を大切にしております。サービスプロフィットチェーンというのは、従業員満足度が高まることでお客様に喜んでいただく、顧客満足度が高まっていく、そしてお客様に喜んでいただくことでリピート率が高まったり、客単価が高まったりすることで業績が高まっていく、そういった良い連鎖のことを指します。弊社では ES や CS といったデータを保有しておりますが、それをもとにして産総研との共同研究をこの3年続けております。その共同研究の中で様々なことが分かってきています。例えばお客様に喜んでいただくことが従業員の幸せ、やりがいにつながっていくということが分かってきています。サービスというのは従業員が一方的にお客様に与えるものというふうに考えられてきておりましたが、お客様に喜んでいただくことを従業員の幸せにつなげていく、そしてサービスをお客様と一緒に作っていく、そういったことが重要であるということが示されています。私が取り組んでいるのは、街づくりにビッグデータを役に立てるとか、
あるいは町を活性化する、地域を活性化する、観光地を元気にするための IoT 技術、そういったことを研究テーマにしています。その町に来られるお客様の買い回り行動、あるいは顧客単価、あるいは人気のランキング、そういったものをデータとして吸い上げてお店にフィードバックする、そういった研究をいくつかの実際の観光地で実験的に進めています。何か地域で予算をつけてやるのはいいんですけれど、やった結果全くその評価っていうのは取らないまま次のまたイベントに移っていくということがすごく多いんですね。ほとんどの自治体、商店街では評価をしないまま次のステップに進むと、これをしているとですね、やっぱり効率が悪いんですね。サービス工学はそういったサービス現場で取られたデータを生かして分析し、何が効果があったのか、何が効果がなかったのかということを議論しながら正確に進めていこう。それが今までの普通の工学の研究とは違って、私にとっては非常にチャレンジャブルな、面白いと感じる点です。近年 IoT 技術の進展やスマートフォンの普及により、私たちや私たちの周りの環境の情報は様々なセンサーデバイスによりデータ化され収集されるようになってきています。これらのセンサーデータを用いた新しいサービスの実現や既存サービスの価値向上に向けて、得られたセンシングデータを適切な人に適切な形式で配信するための情報処理技術について研究開発を行っています。具体的にはウェアラブルデバイスを用いてセンシングした生体センシングデータを P2P 通信技術によって共有する遠隔見守りサービスや、町空間全体のセンシングデータをモデル化しシミュレートするオープンセンシングプラットフォームについて研究開発を行っています。もともとは人の認知活動とか頭の中の仕組みに興味があったんですけど、それを研究する過程で人と人、機械と機械のコミュニケーションとか、センシングの仕組みとかに興味を持つようになって、今の研究に至っています。私は介護に関わる研究というのを行っています。介護とは高齢者の日常生活が不自由になってしまった方に対してできないことをサポートするということになります。その業務をしているという方は非常に献身的にサービスを提供しております。一方で非常にまたお仕事も忙しく、心身ともにハードな業務のように見えます。しかしながら、その業務どれぐらい忙しいのか、どういうふうにサービスを提供しているのか、利用者さんとはどういう関係であるのか、サービスの様子を定量的に測るという機会、これまでに限られておりました。そこで私たちはサービス現場に入り、介護スタッフ皆さんがどのようにサービスを提供しているのか、これを測ることによってサービスプロセスであったりサービス品質というものの可視化を行っています。これによって例えばサービスを新しく作っていく、サービスを改善していく時の支援を行ったりですとか、新しい機器を導入しました、新しいことを始めました、その効果を測ったり、さらには新人さんやスタッフの皆さん教育をする時の支援を行う、こういうことを通してサービス現場とともにサービスを作り上げていくことを目指しています。私は例えば介護のような公共サービスの分野を中心に、技術が人のためにどういうふうに適切にかつ有効に使われるようにするかっていうのをデザインの観点から研究を行っています。そのサービスのデザインというものが大切になっているのは、価値を感じるときに製品そのものというよりも製品を通じて経験するような体験だとか、あるいはそのサービスを通じて得られるような価値っていうものに人々のまあ関心がちょっとシフトしてきているというところにあります。今は特にその新しい技術がどんどん出てきていて、これによって人のコミュニケーションのあり方が変わったりだとか、あるいは人の仕事を少し補助するようなことができるようになってきます。ただこれによって逆にいろんな問題も起こるようになってきているので、そういったところを人がどういうふうに技術を受け入れるかというところも含めてデザインとして考えていこうというのが、サービス工学で考えてくる時のデザインのコンセプトになっています。やはり違う国だと例えばライフスタイルだとか
生活における大切なこととかが全然違っていて、それによってどんな技術が欲しいかとかっていうのも実は全然違ってきたりするっていうところが分かってきています。でこういう違いをちゃんと受け止めた上で、例えば日本の強い技術をうまく世界の中で使ってもらえるようにデザインしていくっていうことができれば、本当の意味でその日本の技術だとか日本のいいところが世の中の中でよりよく役立てていけるのではないかなというふうに考えて研究しています。で、そういったところに私自身自分の研究の価値を置いているところです。我々産総研は企業、自治体、各種団体との連携を通じて、今後も幅広いサービス産業に展開可能なサービス工学要素技術の研究開発を進め、サービスイノベーションを通じた持続可能な社会の実現に貢献していきます。